はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ、メンバーはそのまま、まあ、ゼータゼロ、オーズダブルで、まあ、続きをやっていきましょう。あれ、整備場が解放されました。なんそりゃ、ちょっと見てみよう。おお、ライドマシンを鍛えられるのね。どうやって鍛えんのこれ。手法ガイアキャノン、ドリル、やっぱドリル持ってないんだ。解放されても何もできねえじゃん。まあいいや、とりあえずデザートキューブまだ続くのか。終わりかなと思ったけど長いな。まだキューブ2個目だからな。でここはいけないから、だいぶヒットポイントに、うわー、一番美味しくない舞台だこれ。どうしようかな。まあ、こいつは攻撃で、こいつも攻撃しかないな。なんかあるかな。敵全体系をちょっとやっていくか。ダメだ、敵全体の攻撃力弱い。ゼータが死ぬ。よし、レベルアップ。ゼータのヒットポイントも低いな。253か。よしで、こっちへ進んでいくか。適当に鍵がかかっている、開いてる、なんもない、ただの小部屋か。おお、サメクジラ、サメなのかクジラなのかどっちだ。まあ、サメとクジラが合体した感じか。サメの凶暴さを保ちつつクジラの巨大さも持ち合わせている。おお、ここまでたどり着くとはさすがだな。どこだ、姿を見せろ。お、ジオだ、ジオ。しかし残念だがここまでだ。すでに研究は次の段階に入っている。さらに高度で高性能な兵器の準備が進んでいる。黙れ、貴様の野望もここまでだ。ふん、落ちろカトンボども。かわしてる、早い、そこだ。くっ、こんなものか。くだらん、私が手を下す必要もあるまい。バウンドドッグ、相手をしてやれ。お前だな、お前のせいで空が落ちてくる。え、何設定。ジオ、バウンドドッグに強化を施したのか。そうだ、長兵も試してみるか。ヒエレン・タオツー、お前の初陣だ。こいつらを始末しろ。はっ、長兵として必ず任務を完遂します。長兵、能量支配を後天的に与えてやった。これもいわば強化の一種。私はここで見知らぬ世界のさまざまな技術に触れたが、どの世界でも人の業というのは同じだな。行け、バウンドドッグ、ティエレン・タオツー、強化兵士の実力証明してみせろ。2体か。どうしようかな。ヒールレインかけとこう。スタン効果、スタンしねえかな。ロストヒーローズ2はスタンがだいぶ使えたからな。ボスも普通にスタンするから。サイクロンブロー197で半分くらい減るな。うおー、いけー、拡散メガ粒子効果、いけー、くらえ。もう死ぬ、あ、スタンした。てかさ、ティエレンタオツー普通に雑魚敵で出てきそうな気がするな、このままだと。この弱さだと。うん、なんか普通に倒せそうだな。ってことは攻撃力の高いやつでいいや。攻撃、あれ、バウンドドッグが強えのか。なるほど、そういうからくりだったか。スタンはしないだろうな。じゃあこいつは回復はちょっと先手先手で打っとかないと。うおー、食らうな。
ヒエレンタオ2の扱い不遇だな、これ。こう思うと。バウンドドッグと全然強さが違う。まあ、バウンドドッグも一人になれば弱いな。やっぱりね、これ複数で出てくるときつい。そして SP がなくなる。おお。よしよしよし。ヒエレンタオ2バウンドドッグ。お、保管庫の鍵。ジオ様は間もなくキングストーンを手に入れるだろう。そうなれば貴様たちなど。待て、おい、ジオがいないぞ。まさかキングストーンを。 RX のところだ。ジオ追撃。ちょっと待ってね、いろいろ探索はしたい。を埋めて、保管庫の鍵の保管庫ってどこだ。いろいろと鍵のかかった扉があったけど、それ全部かな。おお、いける。あそこでジオと戦うのかな。それはちょっときついな。空いてる脱出ポット。何脱出ポットって。あれ、何出したこれか。速度15。なんかどっかで見たアイテムとあんまり性能が変わんないんだけど。熱い。とりあえず鍵は開けられるようになったから、ちょっと捜索をしてからキングストーンのとこ行こう。バルカン使おう。メタヘビー、ギリギリ倒せなかった。バルカンで。さてスキルツリーもそろそろ見とくか。バルカンは完璧。お、ハイメガなんちゃう。こいつ技がねえな、そういえば。あった、ヒーロー技。ハイパーメガなんちゃう。よしよしよし。3で、ダブルライフ、ガンダム2人。ビームライフル4か。で、ツインショット。あれ、めっちゃ上げられるけど。5にならないと、封印が解けない。これはゼロナックルが4。お、ビッグバンフィンガー。ゴッドガンダムいねえし。これはなんだ？ゼロキック4。フォースキャパシティか。ライトパワー。これはウィークポンド。覚えられんね。もう1しかねえ。これはなんだ？タバトが3。ダブルライダーキック。コース2のウルトラライダーのこれいくつだ。次が2。いろいろなんか覚えられるな。メインクエストを進めないとダメか。これはフォーズ橋3か。ヒーローゲージプラス1。よしよしよし、だいぶいっぱいんな。仮面ライダーダブルはマキシマムドライブコンボ3。こっちの部分はだいぶ解放してあるな。トリガー、フルバースト、ツインショット、フォームチェンジコンボ。うん、こんなもんか。じゃあちょっと客側も見てみるか。なんもねえな。こっちはもうめんどくさい。150しか持ってないのか2人で。美味しい敵と美味しくない敵がいるな。こっちを見てから行こう。万能キット。メタヘビー。ゲー、倒せなかった3人で。
もうちょっとな、強いメンバーが欲しいな。やっぱウィングゼロが強いな。キングストーンどうしようかな。どうだ、戦うか。そろそろだな。ついにキングストーンが私の手に。こんなことをしても俺の仲間が必ず貴様を倒す。仲間？ああ、やつらのことか。残念だが今頃強化兵士たちが亡き者にしているはずだ。なんだと？そこまでだ。やはりここにいたか。何？あの二人を倒したというのか。だがその弱った体でこいつに耐えきれるかな。なんだこれは。どうだ、機能停止ビームの味は。クソ、動けない。ちっ、ふざけた真似しやがって。はっはっは、クライシス帝国の技術も捨てたものではないな。機能停止ビーム、それはかつてブラック RX を変身不能に陥れたクライシス帝国脅威のテクノロジーである。ではこれより RX の体内からキングストーンを摘出する。世紀の瞬間に立ち会えることを光栄に思ってもらいたいものだな、ヒーロー諸君。やめろー、やめるんだ。そうはいかない。キングストーンは我々の未来に恩恵をもたらす。そのための準備は進んでいる。見ろ、これが研究成果だ。コロニーレーザーじゃねえか。太陽炉をはるかに凌駕する半永久的な機関。コロニーレーザーの媒体として応用すれば惑星を破壊するほどの威力を持つのだよ。キングストーンはそんなことのためにあるんじゃない。黙れ。キングストーンは我々のような一握りの天才が利用してこそその進化を発揮するのだ。違う、このジオが世界に進むべき道を示すというのだ。許せない。俺の命に変えても体に変えてもお前だけは。生の感情をむき出しにするようでは。うわっ、もう遅い。クソ、もうダメなのか。俺はこんなところで。なんだその時不思議なことが起こった。 RX の体から放たれた強烈な光が機能停止ビームを無効化した。そう、 RX は渾身の力でキングストーンフラッシュを放ったのだ。体が動ける、動けるぞ。なんだと。今だ、ジオを撃て。よし、やるぞアンク、お前はやらねえだろ。ジオ、ここからいなくなれ。やばい、精神崩壊するぞ、ゼータガンダム。だが、この私に勝てると思うな、小僧。うわ、普通に戦うのか。今日も SP が全くないんだけど勘弁してよ。どうしようかな。ちょっと待って、もう攻撃できるな、攻撃してこう。タイミングランチャー使おう。こいつはこれでいっか。オーズだな。マキシマムドライブコンボ、いくぜ。さあ、お前の罪を数えろ。ジオでかい。どんどん行くぜ。逃がしはしねえ。これでいけるよ。最強ジョーカー、これで決まりだ。マキシマムドライブジョーカーエクストリーム、くらえくらえ。決まったな。どれくらい当たるか。500か。うだ、ハイメガランチャーをくらえ。前に出るんじゃないよ。捕まえた。当てる。そこで。お、もう一発とどめか。落ちろ。300か。いくぜ、ウルトラライダーキック。くらえ。800。いい気になるな、ロストヒーローども。うん、それだけか。さあ、バルカンテ
攻めていくか。こいつがなもうだいぶ使っちゃったからな、攻撃をするしかない。ヒール、うわパニックになった、マジかよ、なんというプレッシャーだ。めっちゃひるんでるな。ちょっとディフェンスで、いやディフェンスで、こいつキュア持ってたよな、使えねえじゃねえかよ。15って万能キットを使っちゃうかもったいないけど、痛い、自分で自分を攻撃するとは本当にパニックなんだな。ヒールレインで、アシスト桃太郎す自分にしよう。こいつを攻撃で、ちょっとなゼータ死んだら嫌だからな、かけとこう。うわバルカンのこいつはどうしようかな、自分でライフキットで回復させよう。でこっちを攻撃に入ろう。いってマジ強い、ヒールでゼータ、うわーパニックになった。このマジパニックがきついな。ゼロナックル攻撃、いや違う、バノキット、こいつは回復だ。よし、なんでパニックになるとめっちゃ攻撃が早いんだけど。うおー勘弁してちょ。でヒーロー技使おう、ウルトラライダーキック、あ間違えた、あぶねえ。うんヒールレインもう一回打っとくか、どうしようかな、攻撃しよう、メタルブランディング1しかないレベルが、これにしよう。うおー私が死ぬわけには、いやお前の命はもう突きかけている、それをわかるんだよ。痛い、ウサレベルが強すぎる。234、なんか食らったら死にそうだな。あとどれくらいだヒットポイント、ヒーロー技が使えるハイメガランチを使おう。こいつはなクリティカルが出ることを祈って、うわ隠し腕とかってマジ強え。ヒールレインも使えないもん、マジかー。復活キット、いや待って待って待って、おーメガライフキット、いや生きてないと使えないんだ。復活キット使おうか、これはね全員生きてる間に倒したいんだけど、ちょっとやばい、それどころじゃなくなってきた。ウルトラマンは死んだままでもしょうがねえか。メガライフキットでとりあえず、いやヒールだな、データをやっとくか、なんとなく。おおパニック、やばいやばいやっべ、これやっべ、ちょっと攻撃に入ろう。おオッケー、700かー、ジオく、貴様ら私の力知らない力を持っているのか、しかしその力さえも我々は間もなく手に入れる、その時が貴様らの最後だ。いやー結構ギリギリだったな。ジオが消滅した後に何かが落ちていた、何これ、ペルシダードリル、あドリルか、クイの封印は解けたの、おお解けた、よくやった。 RX さん大丈夫ですか。ああだがエネルギーを使い果たしてしまった、楽にしてください、すぐに拠点に行きましょう。
なんで歩いて帰ろうとしてんだ。あっちゃー、誰だ。 RK ガンダム。ったく、ここの大将がくたばっちまったら俺のボーナスはどうなるんだ。 RK ガンダム。おっと、今はお前らと戦う指示は受けてないんだな。けど今の戦いぶりはちゃんとお偉方に報告しとくからよ。じゃあな。おい待て、お偉方、あいつらの背後にいたのはジオじゃなかったのか。ち、逃げ足の速いやつだ。まだ裏に誰かいるようだな。おい、そんなことより早く拠点に戻るぞ。そうだな。ゼータガンダムたちはブラック RX を救出し拠点へと向かった。ダブルオー、ウィングゼロ、セラビー以外のセレスタルビーイングの仲間はキューブ内に残り、未制圧のエリアの攻略作戦を続行している。拠点に到着するとブラック RX はすぐにメディカルルームに運ばれた。ここが君たちの拠点か。いいとこだろう。この場所は他のキューブから独立した存在のようだね。そういうことになるな。取り込まれた施設も全て我々にとって有益なもの。一体なぜ。キューブの探索と並行して拠点内の調査もやっている。いずれ謎は解けていくはずだ。ところで本拠地を叩いてみて何か分かったことは。結局何か分かったことあったっけ。背後に誰かいるみたいな、そんな感じしか分からん俺には。なるほど、確かに気になるな。 RK ガンダムの最後の言葉、やつにとってのお偉方とはジオのことではないらしい。やはり別のキューブに黒幕が。そう考えるのが自然だな。みんな、 RX もういいのか。ああもう十分動ける。1号と2号を助けるまではおちおち寝てなんかいられない。あまり無理はするなよ。1号と2号が連れてかれたのは確かアジトキューブだったな。実験や改造を集中的に行っているキューブだったな。ああ敵は再改造するというようなことを言っていた。決まりだな。けどよ、そのキューブにはどうやって行くんだ。ライトダンジョンを探索すれば見つかるはずだ。でも壁だらけで探索できるような場所なんかなかったよな。ふっ、なんだよ光なんだよ。そんなこともあろうかと君たちが持ち帰ったフェルシダードリルをライドマシンに装備しておいた。これでライドダンジョンの壁が壊せるはずだ。光、すげえな。壁を突き破るドリルか。ゾクゾクするね。ああただしその先にキューブがあるという保証はないが、いや道は必ず開ける。目指すはアジトキューブだ。ブラックアレックスが仲間になりました。ケルディムガンダムのチップ。おお、ここでみんなのチップか。ってことはこれでデザートキューブは一旦終わりで、次のアジトキューブを求めに行くか。チップ報告しよう。おお、いっぱいあるね。サイコガンダム、そういや手に入れたな。アシストセラビー、アシストヘビーアームズ、アシストリュータロス、クリティカル率上昇。お、いいねいいね。これは斬撃1回無効、これもいいな。攻撃対象確率上昇、まあ、壁役か。ちょっとコースを見てみるか。そうするとアクセルが速度、メタス、アンク、セラビー、関節防御力を上昇、全員が速度を下げる、回避率を上げる、あとは、まあ、クリティカル率上昇とかここら辺か。うん、はい、というところで、じゃあジオも倒したところで次はライトダンジョンですね、まあ、ドリルで突き破っていくところから、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。